聖者の行進。ところでお前、花ちゃんの友達だろ。ああ、入院中の。そうだよ、なんで知ってるの。お見舞いとか行ったんか。みんなで行ったんだけど、ずっと泣いてて気使って帰ったんだ。バカ、そういう時に励ましてやるのが友達だろ。子供のくせにない気を使ってんじゃねえ。危な。明後日手術だぞ。今から友達連れて行ってやれ。そんな、今からなんて無理だよ。みんなどこにいるか知らないし。来るんだな、それが。誰よこの人。何してるの。止まれよ、産むから。どれどれ、うん、これか。こいつに交わってる糸を引っ張って友達呼んでんだ。悪用現金だぞ。どうしたの。発売されたんだって。あ、そら来た。マジか。あのさ、花、あさってが手術なんだって。あさって。だからさ。そんじゃ任せたよ。え、おじさんはどうすんの。おじさんは先行く。早く来いよ。あ、誰誰あの人、知り合い。いや、全然知らない人。さあ行くぞ。行くってどこに。決まってんだろ。どうにもならないってわけじゃないんだぜ。話せば変わるかも。死っていうのはいつも一緒にいるのに、大抵の人は忘れてる。見えないふりをする人もいるけど、ある時急に思い出して嫌悪するんだよ。それは誰かの死だったり、大きな不幸だったり、降りてきなさい。自分に迫る何か。死を意識し始めた時、お前が見えるんだと思う。とりあえず俺が。だから嫌だって言ってるでしょ。失敗しないなんてわからないじゃない。大丈夫よ、先生だって今まで何度もしてきたんだし。そんなの信用できない。私死んじゃったらどうするの。あ、すみません。いや、お母さん自販機行ってくるから、すぐ戻るからね。お邪魔します。さっきの。いや、どうせおじさんも私のこと説得しに来たんでしょ。全然違う。ああそう、あの女の子のことなんだけど。おじさん、あの子の友達なの。まあそんなとこ。あいつのこと嫌い。そういうわけじゃないの。病院にだって来てくれるし、優しい子だもん。名前も何も知らない。昔からずっと一緒。私、あの子を見てると不安で仕方がないの。手術がどんどん怖くなる。死ぬかもしれないって考えて。私が弱虫なせいで、あの子を傷つけちゃった。お母さんも。まあ、怖いのは当たり前だ。おじさんも盲腸の手術する前、怖くて眠れなかった。おじさんも？でも、友達が元気づけてくれたんだよ。こうやって。手、貸してみ。うん。何したの？おまじないだよ。強くなれるおまじない。ちょっと崩れたけど。なれるかな？カナ！あ、遅いぞ。頑張ってね。早く退院して遊ぼうぜ。うん。この人が行けって言ってくれたんだって。アホ、それは黙っとけ。いてぇ。ありがとう。ん？それにみんなも、うん、私もう弱虫じゃないから頑張る。みんなと一緒に学校行きたいから頑張るよ。約束だよ。うん。おっと。ああ、すみません。あら、みんなお見舞い来てくれたの。どうも。
お母さん、私、手術受けるよ。本当？わがまま言ってごめんなさい。いいのよ。あの子にも謝らなくちゃ。あの子？さて、帰るか。いいわね、友達って。そうね。ところで、一体何したの？俺の糸をね、ちょっと分けてやっただけさ。そんなこともできるのね。そう、それから。ありがとう。いいよ、別に趣味だし。にしても悪かったな。結局お前とあの子との関係はどうにもできなかった。俺がやったのは死の恐怖を他のもので緩和しただけだ。ねえ、おじさん、謝罪っていうのはね、何か悪いことした時にするものよ。私、あの子が怯えることがなくなっただけで十分よ。それに私が一人なのはしょうがないことだと思うから。そう。あー、こら、こいつまた足跡が。あ、ちょっと失礼。あ、そっか、触れないんか。何？やっ、ありえない、変態。糸を探してたんだ、お前の。あった、これをさ。何する気？今日からこいつが君の友達です。二人の糸を結んだんだ。昔から猫ってのは見えないものが見えるっていうし、相性もいいのでは。私の友達。頼んだぞ、ヒゲ。ちょっと変な名前つけないで。でもありがとう、もう寂しくないわ。明日映画見に行こう。向こうでも元気でな。どうしたの？信じらんないんだけど。しかし、なんで俺に見えたんだろうね。気にしてもしゃあないか。あ、おじさん。ん？誰？あ、友達なの。コメント&高評価もよろしくね。